修吾さん、いやまさ今ライブ終わったんですけど、動画ありがとうございました。推薦動画、はい、SS VIP 認定でございます。はい、すごいですね。僕はあんまいないですね。あんまいないですね。2日後に推薦動画撮るっていうのはあんまいないですね。いいと思いますよ。やっぱね、すぐ行動するっていう習慣、7つの習慣いらないですね。7つの習慣じゃなくて、すぐ行動、即行動。もうこのたった1つの習慣で人生は変わります。たった1つの習慣で人生は変わります。なぜならば、人より早く行動するから早く結果を得られるじゃないですか。で、早く結果を得られる。その結果っていうのがうまくいったのか、うまくいかないかったのかっていう早い結果を得られるじゃないですか。じゃあ仮にうまくいかなかったとしても、早く結果を得てるんで、それに対してまたすぐ行動するじゃないですか。改善するじゃないですか。で、改善してまたうまくいかなかったのか、うまくいったのか。で、うまくいったとしたら、またじゃあもっとうまくするためにどうすればいいのかって、またすぐ行動するじゃないですか。もう絶対誰よりも早く稼げますよね。だからたった一つの習慣で十分ですね。たった一つの習慣で十分ですね。7つの習慣ってあるじゃないですか。もうたった一つの習慣、たった一つの習慣で人生を変えられるっていう。こう7つの習慣にかぶせておこうかな。たった一つの習慣で人生は一瞬で変えられるみたいな。いいんじゃないかな。まあ、あとね、あんま詳しく聞いてないんですけど、結構ね、コンサルとか情報商材結構なんか変わってたみたいで、まあ、もうちょっとね、早く、いや、でも多分ね、その経験があるんで、ドリアカがいいなと思ったと思うんですよ。要は比較対象があるんで、ドリアカがいいなと思ったと思うんですね。比較対象がない人って、まあ、ラッキーな部分もあるんですけれども、他がわからないので、あ、こんなもんなんだって思う人もいるでしょう。でも比較対象があると、あ、これすげえな、みたいな。例えば、そのサポートに関しても、みんながね、僕みたいにやってたら、別に僕がすごいってなんないじゃないですか。これありがたいことに、まあ、今後、修吾さんがやっていかないといけないんですけど、これね、めっちゃラッキーな話しましょう。めっちゃラッキーな話。ラッキーすぎる話なんですけど、みんな一人一人の動画とか撮んないんですね。だから撮れば、俺のために撮ってもらったんだっていう同じ感動を与えられるんですね。ただ動画撮るだけで。まあ、みんなやってたらね、差別化になんないんですけど、みんなやらないから、このもらった人は、もうってなるわけですよ。で、この前、その大、あの、1月にですね、その、ドリアカの大学生の子、またいてるんですけど、その子とセミナーするんですけど、その大学生の子は1ヶ月で集客して、1ヶ月で YouTube 始めて集客して、で、商品売ったんですよ。で、なぜ売れたのかっていうと、一人一人の動画ですね。僕と同じようにして、一人一人にアドバイス動画を送って、で、そういう信頼作って売れました。たった1ヶ月で たった1ヶ月集客、教育、販売終了ですね。すごいなと思いましたけどね。だから要は、まあ、これはね、ドリアカの講義でも言ってるんで、まあ、しっかりと学習してそれやっていただければ、結果絶対出ます。なぜならば、それは修吾さんが体験したからです。あ、すごいなっていう。で、すごいなと思うことを、それを自分が与えることができるんですよ。もうギブアンドテイクの関係しかないので、なんだろうな。まあ、買わない人もいますよ。買わない人も、絶対買わない人もいるんですけど、ギブしまくってたら、与えまくってたら、人間なんで、あ、なんかちょっと、買わないとまずいかな、みたいな。なんか、ウインナーだけいっぱい食ってて、試食のウインナーばっかり食ってて、大の大人ですよ。大の大人が、なんか、おばちゃんから試食いっぱいもらって、すいませんってなるじゃないですか。じゃあ一袋みたいな。安い商品はね、買ってくれるかもしれないですよ。でも、そのギブする、与えるっていう行為が無料でできるわけですよ、インターネットって。だからこれが、例えば企業さんとかだったら、クオカードプレゼントとか、図書券プレゼントとか、ギフト券プレゼントってよくやってるじゃないですか。
めっちゃ金かかってますよね。あのギブしてますよ、うん、商品券ギブみたいな。でもどれだけ広告費かかってるんだ。じゃあそのなんかその缶コーヒーとかいろんなキャンペーンあるじゃないですか。なんだ今なら1000万円分プレゼントとか、その1000万円分プレゼントっていう告知の CM 広告をまた金かけてるんですよ。プレゼントにも金かけるし、このプレゼントキャンペーンやってるよっていう広告に対してもお金かかってるわけですよ。やばないですか。大企業さんめっちゃ大変ですよ本当に。だってキャンペーンで金かかってるのに、でさらにそのキャンペーンを告知するためにまた CM とか広告出すじゃないですか。どんだけ金かけんでって話で。だからネットビジネスはね本当神なんですね、うん、たった一人に動画作るだけでもうその大企業ができないことが僕たちできるんですよ。もう一度言いますね、大企業が絶対できないことが僕たちできるんですよ。すぐやばないですか。もう大企業に勝てますよ。しかも大企業なんか商品リリースするときめっちゃ遅いですから。企画会議上の人 の, あの承認とかね、もう商品出るまでクソ遅いんですよ。だから僕たち個人なんか余裕で勝てますよ大企業に。だって今日商品出そうと思って出せますから、やろうと思えば。まあそれはドリアカの方でも講義ありますんで、まあこれからねいっぱい見ていただき、商品がなくても商品売れるんで、そのやり方とかもね、ドリアカで、お伝えしてます。講義でどっかにあると思います。商品がなくても商品は売れるんですね、うん、魔法みたいな話ですけど売れるんです。わかりやすく言うと、あのアーティストさんの、チケット売りみたいな感じですね。要はアーティストさんってなんかローソンで前売り券とか売るじゃないですか。でもそのコンサートは3ヶ月後ですよね。つまり3ヶ月後にコンサートやるのに3ヶ月前にチケット売ってんですよ。でそれができるんですよ。実はドリームアカデミアもそういう売り方を最初一番最初しました。今はものがあるんですけど、一番最初ドリームアカデミア売った時は何もないです。何もないで先行販売みたいな感じで売りました。で、まあ、こう裏話なんですけど、2日で作りました、ドリームアカデミア。2日で作りましたね。ドメイン取ってサーバーでインストワードプレスインストールして、講義ブワー取って2日で作りました、はい、2日で作って2日で提供しました、ドリームアカデミア。それまでずっとセールスして、でその後それから2年経ってるんで、講義の方はどん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 追加していって今の形になってます。だ最初はねめちゃめちゃ少なかったですよ。最初はめちゃめちゃ少なかったんですけど、だから今はもう価値がどんどん上がってるんですよね。だからどんどん値上げしていきますけどね、うん、だからこれもドリアカであります、商品の価値を上げる方法みたいな。確かなんかどっかの話で言ってると思います、どういうふうにやっていけばいいのかとか、うん、まあいろいろとね本当細かいテクニックとかね、細かい考え方とかいろいろお話ししてますんで、まあ、ぜひ、ドリアカの方、聞いてください、はい、もう多分ね大学生のうちにこれを知ってるっていうのはすごいと思いますよ本当に。もうこれからですね、僕ももう36のおっさんですけど、大学生の時からこれ勉強してたらねやばいですね、うん、人生180度変わりますね。てかね、僕が大学生の時なんか、富士通の FMV っていうパソコンがめっちゃ、まあジャパネット高田さんも売ってたんですけど、フロッピーディスクで30万みたいな30万ぐらいしたんですよ前ノートパソコンって、僕が大学生の時。今どうすか、フロッピーディスクとかないですよねフロッピーでしたからね、僕が大学の時に。フロッピーディスク今ないですよね。もはや CD-ROM、DVD の CD-ROM とかもうないし、クラウドじゃないですか、今もう。もう便利な世の中になりましたね、もう。もう CD いらんみたいなね。全部ネットでね、音楽とかもクラウドで、YouTube でも全部聴けられるし、まあいろいろネット配信で見れるし、すごい時代になっちゃいましたね。だからこれから、インターネットバブル、第4バブルか分かんないですけど、もう本当にインターネットにみんな依存してますし、毎日インターネットを使ってスマホがなかったら生きていけない、世代、時代になりましたんで、この時期にやっぱネットで情報を発信してこう自分のメディアを作っていくっていうことをやれば勝てます。もう絶対勝てます、今からやっとけば、うん、はい。
まあ、あとね、ちょっとね、話長くなってるんですけど、僕がね、動画、今8000、この YouTube チャンネル8500本ぐらい、600本いったかな、アップしてますけど、実はですね、なんでこれをこれだけの量を、やろうと思ったのか。もう、加速度的にこう、僕がやろうと思った理由があるんですよ、これ、実は。理由が。これはですね、ヒカルくんですね。今、YouTuber でまあ大成功。僕も YouTuber に最終的になろう、なりたいなと思ってるんですけども、ヒカルくんが、最初、ゲ、あの、ヒカルくんってもともと情報商材屋だったんですね。もともと情報商材屋で、僕が7年前ぐらいですかね。7年前ぐらいに YouTube 広告めっちゃ出てたんですよ、ヒカルくんが。どうも、金髪起業家、ヒカルです。月収1200万稼ぐ。みたいな感じで、YouTube 広告めっちゃ出てたんですよ。なんかすげえ、若者出てきたな、YouTube 広告がっつりやっとるな、みたいな。で、ちょっと見てたんですよ。で、そっからちょっと消えて、で、ブログもめっちゃ作ってたんですよ。ブログも見たんですけど、ヒカルくんのね、作り込んでて、この子結構頭いいなと思ってて。で、その後パッと消えて、なんか YouTuber になってたんですよ。で、ヒカルくんがなんで YouTuber になれたのかなって、あとは、成功のね、その足跡をたどってったら、まあゲームチャンネルがあって、そのゲームチャンネルに、今、8000何本だ。ヒカルくん、ヒカルゲーム、ヒカルゲームズ。はい、ヒカルゲームズ8400本です。ヒカルゲームズ8400本。だから、もうヒカルゲームズ超えましたね、とうとう。ついに超えた。ヒカルくんが動画めっちゃ撮ってたんですね。なるほど。初動こうやってたんだ、みたいな。まあ、パワープロの動画めっちゃアップしてたんですけど。なるほどね、みたいな。だから僕はちょっとヒカルくん超えないとダメだな、と思って。だからその、モデリングがあるんですよ、ちゃんと。なんでこれ、まあ1万本目標にしてるのもそうなんですけど、ヒカル超えですね。要はヒカルくんも最初初動、ゲームチャンネルの方が解説日が古いんですよ。で、今メインチャンネルの方が1、メインチャンネルが1年後ぐらいの解説日だったような気がします。めっちゃやっとるな、みたいな。で、やってるんですよ、彼も。彼も相当やってますからね。頭いいですし。だからね、やっぱ、まあ、最初はね、量をこなした方がいいですね。量からしか質は生まれないので、頑張っていきましょう。圧倒的には量ですね、量をこなすと。で、これは、さっきですね、さっきというか、まあ、ライブ始まる前に僕、久しぶりに男飯っていうシリーズがあるんですけど、久しぶりにフライパンを、料理作ったんですよ。で、フライパンこう振ったんですけど、久しぶりにフライパン振ったんですけど、もう全然余裕で振れましたね。全然余裕で。お、全然チャーハン作ったんですけど、余裕やん、みたいな。だからね、これも僕が大学4年間、僕居酒屋で、キッチン入ってたんですけど、料理してたんですよ。で、そこで、まあ、包丁も覚えたんですけど、まあ、指もね、ブワー切って、まあ、まだ残ってるんですけど、指もバッツリ切って、で、フライパンも振ったりとかしてて、やっぱ一度覚えてしまうと、まあ、量をこなして一度覚えてしまうと、もうずっと身につくんで、やっぱね、そのスキルですよね。やっぱそのスキルを、一生を飯食っていけるスキル。これをつけましょこれさえあれば大丈夫です。飯食っていけますから。あとはまあ、ドリアカの、マネタイズの部分はドリアカの講義いっぱい見て学習してもらって、知らないこともあるだろうし、まあ、これからやっていただければね、まあ、間違いなく結果出ると思うんで、ぜひ頑張っていきましょう。はい。ということで、今回はですね、推薦動画ありがとうございました。SSIVIP 認定って言いましたよね。はい。では。